皆さんこんばんは。9月10日土曜夜9時半となりました。今夜も始まります。土曜の夜はあなたにとっていい夜をということで、はい、マユラジ2週間ぶりとなってしまいました。誠に申し訳ございません。皆さん、1週間お疲れ様でした。皆さんあれですかね、体調お変わりないですか？まあね、言わずと知れたことですが、私は、まあ、大風邪引きしましてね、大風邪を引いてしまいまして、はい。まあね、それも後々話していきたいと思うんですけど、まずはね、近況ということで、トークテーマ第1号は、最近の近況について話していきたいと思うんですけど、何があったかな。本当ね、風邪ひいて1週間ね、あれしてて、本当無駄に過ごして何があったかなっていう感じなんですけど、ちょっと待ってね、思い出すわ。あ、そうですね、今週そうだ、今週火曜日、ルイ・エンマストーリーの方をまたね、更新しまして、TikTok の方でね、更新しまして、で、その後のこう TikTok ライブの方に、もうルイ・エンマに超ファンですみたいな、超好きです、エンマさん超好きですみたいなコメントいただいて、でね、こう、そうか、それはありがとう、みたいな感じで、ルイの声真似したら、もうキャーみたいな、キャーこんなの無料で聞いていいんですかみたいな感じになって、私ってもしかして演技いけるみたいな、そう、いや超嬉しくない、私がこう演じたキャラクターとして見てくれてるみたいな、それってさ、やっぱり私の演技力ってことじゃん。私がどのキャラクターを演じても、ねえ、私だったらさ、ドラマを楽しめないわけですよ。だけど、私がいろんなキャラクターを演じ分けできてるからこそ、そのキャラクターにファンができてみたいな。めちゃめちゃ嬉しいですね。なんか、認められた感じして、超嬉しい。本当にね、なんか俳優のお仕事来ないかなって心待ちしてるんですけど。あとそうですね、その TikTok ライブのコメントの方で、ラジオパーソナリティされてるんですかみたいな、ラジオパーソナリティされてるんですかみたいな、そういうコメントも嬉しいですね。もうなんでこんな私みたいな人をほっといちゃうかな、世の中は。もっと評価されてもいいと思うんだけどねって自尊心高めで言ってますけど。そうだよね、もっと私をもっと生活しやすくしてほしいよね。現状維持だったら私死んじゃうよ、本当に。現状維持だったら私マジで生きていけないので、本当になんかそういうお仕事とかね、欲しいなとは思うんですけど。あ、そうだね、前の肉体改造企画はなんであんな伸びたんだろう。16週目の肉体改造企画、めちゃめちゃね、めちゃめちゃ伸びてるんですけど、びっくりした。その YouTube の動ね、全動画で1000回再生いってる、 YouTube に上がってる動画で1000回再生いってる動画が全体の 10% とか 10% だったかな、 10% ぐらいみたいに聞いて、でまあ私の動画も1000回いけばいいよねっていう、1000回いけばそこそこバズってるよねみたいな
感じなんですけど、びっくりしたわ。今回もどうせ伸びないだろうと思って出したら1000回超えてたからね、うん、もうすぐ2000とかいくんじゃないかな。めちゃめちゃ嬉しいです、はい、という感じで、やっぱりね動画伸びると嬉しいよね。その将来につながるからね、未来につながるからね、うん、チャンネル登録者もね、動画は伸びひんのにチャンネル登録者は結構伸びますからね。今の私ってちょっと見てみますかね。5519人、あと一人で5520人なんですけど、誰かお願い。まだ登録してないそこのあなた登録してくださいで、まあおすすめ、そうおすすめ動画になんかこう載ってますよみたいな、あなたの動画おすすめ動画に載ってますよみたいな感じで、はい、通知っていうかアナリティクスで出てるんで、すごいよね。2000超えてたわ。2358回再生。なんでこんな伸びた？で、もしもシスジェンダーになったので今後の活動はっていうのが、あと50回再生で1000回超えるんで、皆さん、はい、たくさん、一人50回は見てください。一人50回は見てください。はい。ということで、まあね、最近ショートも出してるので、そちらの方も見ていただければなっていうふうに思います。続いてのトークテーマ。風邪ひきました。ということで、まあね、大風邪をひいたっていうことで、まあ一週間お休みさせていただいてたわけなんですけど、風邪の進み方ってあるよね。人それぞれ風邪の進み方っていうのがあると思うんですけど、その私の場合、まず、喉から来て、喉から鼻に上がってって、で、鼻が治ってって、もう風邪が治るみたいな。でもなんだろう、風邪ひいてさ、体調悪い時が何日間か続くとさ、健康的な体って思い出せなくなるよね。まあ、そもそも私、一生更年期障害だから、本当に体調がいいっていう体験をもう今後一生できないんですけど、ホルモンバランス乱れて自律神経も乱れてるので、今後一生多分、ああ私は健康的だとか、めっちゃすこぶる体調いい、超調子いいっていう時は多分今後一生来ないと思うんですけどまあそんなね、悲しいことは言わずに、まあなかなか辛いものがあるこの体ですが、さらに風邪とも加えると、さらに風邪が加わることによって、マジで人生最悪。もうなんか本当に健康な体思い出せないみたいな、そんな感じがしましてね。まあなんだろう、私の風邪の時の過ごし方、私は熱を出さない。熱を出し、なんだろう。熱を出す前に熱を出し切って、熱を出さす前に辛い期間を吹っ飛ばすみたいなの、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、まあ、喉が痛くなって、あ、これ風邪だわ。今後絶対辛くなるわっていうのを、なんとなく、ね。年に1回は風邪をひいてるわけでは、分かるわけですよ。あ、もうこの感じはもう今後辛くなる風邪だなっていうのが、そうなったらもう今のうちに体に戦わせる準備をしとくわけですよ。どうやってっていうのは、めちゃめちゃ厚着して、体温を自然と、体温が上がる前にこっちで体温を上げちゃうわけですよ。そうすると何が起こるかっていうと、白血球が早めに、あれなんか暑い、ちょっとうちら頑張ろうぜって言って、だんだんちょっと暑くなってきたから、
警備をちょっと強まらせようぜっていうことで白血球が警備体制を強くなるわけですよ。うわ、体温超高くなって俺たちマジで活性化みたいな感じになって、よしこんな時は体の中の外部からの侵入者をよくチェックするのだ、チェックするのだっつって、白血球が働き回るんですよね、あれこんなところに炎症ありますせ、こりゃもしややばい、ここによからぬ菌ウイルスが付着しておりますっていうことで、さあここに、戦を仕掛けるぞって言って、そこが炎症して熱くなって、で菌をやっつけるわけですよね、だから自然と辛くなる前に早めに自分で熱を上げといて、水飲んで水分をたっぷり飲んで、お風呂や毛布にくるまって体温をカーッて上げて、汗そしておしっこで悪いものを出して、体の中にいるウイルスの絶対数を少なくした上で、もう体はバーッとまた、そのうちら白血球めちゃめちゃ戦う準備満載ですよってやつをどんどん作り出すわけですよ、自分で、そうすることによって私はこうなんかうんと辛い、うんと熱が出て辛いっていうことが最近ないですね。熱出ても7度台で収まる。地球はもうさすがにインフルとかになったらね、38度9度とかは出ると思うんだけど、最近はないね。2019年1月以来ないですね。3年前に、性別適合手術受ける前にインフルにかかって、それ以来そういう高熱とかは出したことないんですけど、風邪の時の過ごし方といったらそんな感じで、あとはもうちゃんと食べること、ちゃんと食べて自分の栄養にして、あの栄養を武器にすることだよね。こんだけ栄養取りましたぜ、さあ白血球さんこの栄養を武器にしてウイルスと戦ってくれやっつって、でもうまあなんかイメージとしてはこう白血球がお栄養が来た武器だって言ってこう、銃だのライトセーバーだのを持ってブオンブオンって言ってこうね、あのウイルスをやっつけてくれて、でその洗浄とかして炎症したその粘膜、喉とかね、喉の奥とか鼻の中とかそういうところ、あとは睡眠が一番ね、睡眠が一番こう体を回復させる上で一番大事なので、いっぱい寝る。睡眠時間長ければその分ね、体調を回復し、体の中のお再生回復してる、時間も長いわけっていう風なイメージで私は風邪と戦ってるわけなんですけども、もうだいぶ良くなってね、ちょっと咳が出るぐらい、戦って死んでいった白血球とウイルスの死骸を出す、出そうとして咳が出てると思うんですけど今。今回は喉が痛くなって、で寝てる最中夜中におかん、寒気じゃない、もうおかん、もう寒気通り越しても体がブルブル震えて止まんないぐらいな、でもう苦しくてちょっと起きて水分取って、また、布団くるまってバーってこう体温上げて、でもそしたらもう一日でだいぶ良くなって、あとはもう鼻にうつったら長いんですよね。
鼻に移ったら長い、うん、鼻水が、まあ、痰とか鼻水がずっと出るみたいな、うん、でなんかこう蓄膿症みたいな感じになって、その嗅覚を感じる膜にその戦った、ね、ウイルスと白血球の死骸がこうまとわりついて鼻水とかになるわけじゃないですか。その海が嗅覚を邪魔して匂いがしなくなる、うん、鼻は通ってる気がするんだけど匂いがしない。だからもう私のお気に入りの匂いの布団とか嗅いでも、やばい、いつもリラックスのために嗅いでた布団が全然匂いしないんだけどみたいな。あとはまあこう鼻が効かなくなるとこうおのずとね、こう味覚も味もちょっとしないみたいな、うん、そんな感じでですね。まあ一応コロナではないっていうか、まあコロナとは、まあ、正直調べてないんですけど、とりあえずまあコロナではないと、はい、分かんないですけどね、うん、だけどちょっとねタイミングが完全タイミングが合わなかったのと、私の地域抗原検査のこう申請もらう申請とか、私めちゃめちゃ対象外だったんで、年齢的に、うん、年齢とあとその基礎疾患とかそういうので、対象外受け取れませんみたいな感じだったんで、うん、でもうそうこうしてたらもうすぐね、熱はないわみたいな、なんかまあ言うても完全完治まで私はだいたい1週間以上かかって、私なんか風邪なんの遅い、本当にこの体やだって思うぐらいなんですけど、うん、まあとりあえず今の段階的には病み上がりぐらいかな、うん、病み上がりってだけかな。まあそんな感じで1週間お休みいただいてて、まあその間もね動画出してたし、プレミア公開には参加してたり、うん、してたので、はい、ライブの方はね休んでたんですけど、はい、まあそんな感じで番組前半はこんな感じで終わりたいと思います。それではアイキャッチャーズ見ます。9月10日土曜マユラジ番組後半となりますちょっと詰まっちゃった。番組後半は皆さんからのコメント返信コーナーということで、皆さんから1週間いただいたコメント、1週間じゃないね、今回2週間いただいたコメントに返信していきたいと思います。ということで、ラジオネーム伊藤光一様です。今日もマユラジ良かったです。ルイエンマストーリーも楽しみですね。コメントも読んでくれて感謝してます。それではおやすみなさい。ありがとうございます。夏休みスペシャルのジオバーストーリーが終わって、ルイエンマストーリーはですね今年の年末年始に配信予定してます。はい、続きましてラジオネームナナさんからです。イメージビデオ見てしまいます。可愛いというよりも美人だ、何回も見てしまいますよ。ありがとうございます。もうね今週はイメージビデオとか自撮り結構ね上げてたのでね、動画のストックなくなっちゃったんで結構上げてたんで、でも意外とね伸びてよかったです。はい、もっと伸びてほしいけどね。続きましてラジオネーム伊藤光一様です。体調崩したんですか？決して無理しないでください。肉体改造、腹筋割れてきましたね。すごい。今日も動画ありがとう。おやすみなさい。そう、ちょっとね、この1週間ぐらい風邪でね、肉体改造も取れてなかったんですけど、すぐなんか太った気がする。特にお腹。私なんかねぽっこりするんだよねお腹が、はい、ぽっこりお腹みたいな、はい、
続きましてラジオネーム、辻和也さんです。こんにちは、はじめまして。私はもう長い間性別違和を感じながら日常に追い回されて年を重ねて、じいじ本当はバーバーが良かったのだけどになってしまいました。あなたの動画を見て毎日頑張ってる姿を見せていただいてます。とても素敵です。これからも応援してます。ありがとうございます。いやいやいや、もう私なんかがね頑張ってるなんて言われたら皆さんすごい頑張ってますよ。私なんか全然まだまだですよ。パス度に関してはめちゃめちゃ、努力はしましたけどね。はい、続きましてラジオネーム伊藤お兄ちゃん。まゆちゃん、かわいす、かわいすぎです。ありがとうございます。あ、そんなかわいかね、ありがとう。続きましてラジオネーム伊藤光一様です。もしまゆさんに出会えてなかったって考えると悲しい気持ちになりますね。毎日楽しい動画感謝してますよ。いつも本当にありがとう。それではおやすみなさい。また明日。いや嬉しいですね。その私の動画を見ることがその生活の一部になってくれてるっていうのがめちゃめちゃ嬉しいですね。ちょっと見せてみます。めちゃめちゃ嬉しいですね。ラジオネーム小谷さんからです。まゆさんに会えなかったらきついな。今まゆさん動画見れて嬉しい。ありがとう。それから彼氏欲しいって自分立候補します。本当ですか。私の、彼氏になる条件は、年齢プラマイ3から4歳で、はい。で、一度愛したら去っていかない人をお願いしますね。はい。続きまして、ラジオネーム、金子あずささんからです。まやさんの動画を見たことがきっかけで遅くなってしまったけども、自分も行動しようと思ったんですよね。毎日楽しみにしてます。応援してます。ありがとうございます。でもさ、私、他にもいるじゃん。青木香音さんとか、スザンヌ美咲さんとか。まあ、その他知らないんですけど。なんか私が出してるそういう情報っていうのは、彼女らと変わらないわけで、だけど私だから見てくれてるっていう人がいるっていうのが私にとって嬉しいことですね。はい。続きましてラジオネームミッチーさんからです。オラ、まゆちゃんに出会えてよかったぞ。実際に会えたら恋するこれ秒前やってもらいたいな。オラの夢なんだ。もうね、すっごい有名になって悪いウイルスとかもなくなったら、そうですね、生恋する5秒前やりたいですね。あともう本当にマジで恋する5秒前をマジでカバーしたいよね。の PV から歌から何から何までカバーしてみたいですね。はい。ラジオネーム秋代さんからです。俺もまゆちゃんみたいな彼女欲しい。俺も前向きに生きていくぞ。もう私を見てね、前向きになれたらめちゃめちゃ嬉しいです。私がそもそも前向きじゃないんで、あとは言っても私ちゃんと目は前についてるんですけど、なんちゃって、はい。まあそんな感じで、そうですね、前向きに生きていってください。続きまして、ラジオネーム、くるくるくるさんからです。うわー、泣いた。名台詞です。すげえ。素晴らしい。うわー、こりゃいいです。サリーさん、まゆさん、本当に一人ですよね。錯覚しちゃう。こういうね。私やっぱり、こう、演じ分けちゃんとできてるんだなっていうふうに思うと、めちゃめちゃ嬉しいですね。なんか、あ、よかったっていう。私ちゃんと演技できてるんだっていう風に安心します。はい。続いてラジオネーム将来まゆちゃんが経営す、あ、間違えた。ラジオネームみっちーさんからです。将来まゆちゃんが経営する老人ホームにお世話になったら、就寝時にいい夜をと起床時に恋する5秒前をお願いします。起床時に恋する5秒前って、これ夢の中で5、4、3、1って唱えて起きた瞬間、はい起きてるって感じになるよね。
それ5秒前から起きてないと起床時に恋する5秒前を見れないっていう、ちょっとあのめんどくさいので考えるのやめましょうかね。はい、続きましてファンネーム青葉さんからです。いつ見ても可愛い、ありがとうございます。ラジオネーム小谷さんからです。綺麗可愛い美しいモデルさんで本当にギュッてしたい、まえさん素敵です、ありがとうございます。続きましてラジオネームドッグハウスさん、すごくいい、ありがとうございます。このくらいかな。はい、続きましてラジオネームドラキュローラさん、まえちゃんさん、まあ、違う、まゆちゃん参考になりました。私も実は心と体の性別が合ってない、心は女の子、体は男のフォロワーです。まゆちゃんのこと先輩だと尊敬してます、これからも応援してます、ありがとうございます。その輪がね、歯じゃない方の輪になってましたね。ありがとうございます。私が先輩になっちゃった。人生の先輩はどっちかわからないですけどね。はい。続きましてラジオネーム島新さん、治りましたか？セクシーな声ですよ。早く良くなりますように。まあ、だいぶ良くなりましたね。はい。じゃあ続いて最後ですね。ラジオネーム伊藤浩一様です。元気なまやさん見て安心しました。鼻声だったけど多分大丈夫でしょう。やっぱりまやさんの動画はいいですね。今日もありがとう、おやすみなさい。もうそう言っていただけると、動画作成モチベーションにつながります、ありがとうございます。はい、ということで、9月10日土曜日、もうすぐ10時になろうとしてるんかな。はい、1週間皆さんお疲れ様でした。皆さんもね、体には気をつけて、何よりも大事ですから、はい、自分の体っていうものがね。なので、ちょっとしんどくなったら気軽に休む、それぐらいでいいと思います。はい、あなたの体とあなたの心は、あなたの存在は唯一無二なので、誰にも代わりができないことなので、大事に大事に使っていきましょう。ということで、今夜のマヨラジ、この辺でお別れとなります。ということで皆さん、おやすみなさい、いい夜を。